IT サービス企画部というところに所属していまして、ゲーム開発に必要な IT サービスの提供と運用をしています。たくさんの技術が世の中にはあって、で常に新しい技術が開発されていて、どれを取捨選択すればいいのかっていうので非常に悩んでいる。ゲーム開発の支援を、担当している部署についています。400人ぐらいの規模で今インクレディビルドを使わせていただいています。うちで用意しているヘルパーがだいたい120台ぐらい、まあ、その他のエージェントというんですかね、実際に利用している開発者さんが300台ぐらい使っているような構成になっています。最初はもう小規模にテストをして実際効果があったっていうことで、だんだんとほぼ口コミっていうんですかね、で開発者に広がっていったっていうような感じですね。今やっているプロジェクトはガンダムエクストリーム VS2 というものです。手元でいろいろ試行錯誤していく中でのビルドに毎回使っている。今鉄拳7というプロジェクトでエンジニアを、やっています。気づいた時にも使ってたようなイメージなので、まあ、10年以上は使っていると思います。その当時はそのビルドを早くするために工夫しながら、あんまりコンパイル対象が多くならないようにとか気をつけながら、まあ、多少プログラム書いたりしたんですけども、そういうこと自体も、まあ、なくなるぐらいの、ルートビルドが多くなっちゃうから、ちょっと今触らないとこうかなと思うこともあんまりなくなるような。もう24時間ずっと稼働してますね。もうそれこそ日中はもちろん開発者が使ってますけど、夜も自動マシンがほぼずっと使っているので、もう24時間もうないと困るっていうようなものになってます。うちの場合はビルドヘルパーっていう、まあ、ビルドファームっていうんですかね、ビルドファームを、用意、うちのチームでしています。70台ぐらいの小型の PC をサーバーラック内に置いていて、小型の PC でヘルパー専用のマシンとして置いています。あとはあの64コアとか積んでいるようなハイスペックな PC も10台ぐらいですかね、用意していて、そっちでも受けるようにしています。開発者のコアが使えなくてももうコアはあるような状態には用意はしています。インクレディビルドが、なくて、まあ、分散ビルドができないという状況になってしまうと、プログラマーの日々の作業というものの効率は著しく落ちてしまうと思います。フルビルドした時にインクレディビルドを使わなかった時にはもう50分ぐらいかかっていたんですね。それが、使うと、まあ、今18分ぐらいに減少しています。 UE 使っててもシェーダーコンパイルとかでインクレディビルドのサポート受けられるので、だいぶ早いと思います。むしろ開発者の方がそういう見聞が広かったり、知識を仕入れるスピードが早かったりすることもあるので、開発者の方が自ら取り入れるっていうこともありますし、私も情報収集はしているので、まあ、そういったところで得た知見を広めるっていうこともあります。意思決定に使いますかね。例えば今小型の PC をたくさん買った方がいいのか、それとも大きいサーバーみたいな PC どっちを買った方がいいのかっていう時に、じゃあこの PC ってどのぐらい稼働してるのかとか、その1週間のうち何パーセントぐらいビルドを受けてるのかとか、ビルドどのぐらいのスピードやってるかっていうようなレポートが見えるんですね。ビルド時間の短縮っていうものは、まあ、単なる時間の節約にとどまらず、ゲームの質であるとかどう楽しんでいただくか考えるための時間きっかけを、まあ、たくさん生んでくれる。 IT サービス企画部が仕入れた知識と、まあ、開発者が取り入れている知識、まあ、これを融合してより良いサービスを提供していくっていう、開発する環境を作っていくっていう風な社風が出来上がっていると思います。